富山県と長野県を結ぶ、立山黒部アルペンルートが今日全線開通しました。例年多くの外国人観光客で賑わう人気のスポットですが、コロナ禍の今年は？開通初日の今日はお天気にも恵まれました。今年の雪の壁の高さは14メートル、白い雪と青空のコントラストが美しいです。 立山黒部アルペンルートは、富山県と長野県を結ぶ総延長三十七点二キロ。最大高低差は千九百七十五メートルの山岳観光ルートです。見どころは雪の大谷。標高二千四百五十メートルの室堂付近を除雪して作った雪の壁です。 例年、ここはタイやインドネシアなどから来た外国人観光客で賑わうんですが、今年はその姿のほとんどが日本人です。皆さん、マスクをして静かに楽しんでいるという印象を受けます。コロナでどこでも行けないんで、ちょっと気分転換に良かったかなというふうに思ってます。はい、おばあちゃんも一緒に来たんですけど、どうし来れるかなって思ったけど、でも見てあの来れて良かったなって思いました。

およそ2ヶ月間営業を休止しました入り込み客数は23万人と1971年の全線開業以降最小となりました今年は全線開業から50周年を迎え営業については全国の感染状況の推移を見ながらその都度判断していくことになります